皆さんこんにちは。今回は毛量戦記マダラ2の世界を探検するよ。このゲームにがついてるけど前作とは別のお話なんだ。だから前作をプレイしてなくても全然大丈夫。新しい冒険が待ってるよ。前作未プレイでも楽しめるのは嬉しいね。主人公はどんなキャラクター？主人公はマダラという名前の少年で、東京近郊に住む普通の高校生だったんだけど、ある日突然不思議な世界の冒険に巻き込まれちゃうんだ。突然の冒険、それってどんなストーリーなの？ストーリーはね、マダラが弥勒帝にさらわれた友達のスバルを救出するために奮闘するっていうものなんだ。友達を助けるために戦うなんてかっこいいね。戦闘システムはオートバトルだけど、プレイヤーが戦略を練ることがすごく重要になってくるんだよ。オートバトルでも戦略が必要なんだ。どんな感じ？例えばアイテムや魔法のタイミングを見極めることが大事で、敵によっては魔法がすごく効果的な場合もあるんだ。魔法が効く敵にはどう対処すればいいの？敵の特性を見極めて最適な魔法を選ぶんだ。それにレベルアップしてキャラを強化するのも大切なポイントだよ。レベルアップは RPG の醍醐味だよね。そうそう、時間をかければかけるほどキャラが強くなって物語を進めやすくなるんだ。グラフィックとストーリーのクオリティはどう？グラフィックは本当に美しいし、ストーリーも一本道でわかりやすくて迷うことがないんだよ。それなら初心者にも優しいってことだね。初心者から上級者までみんなが楽しめる冒険が待ってるんだよ。毛量戦記マダラ2やってみたくなったよ。ぜひ挑戦してみて、新しい冒険と発見が待ってるからね。アレサの続編について話そう。前作を知らない人も楽しめるし、前作をプレイした人にはもっと楽しめる内容になってるんだ。へえ、前作を知らなくても大丈夫なんだね。初心者でも気軽に楽しめるようになってるんだよ。ストーリーの始まりはどんな感じ？主人公アリエルが森の奥からアレサ王国を目指すんだ。そしてアリエルの素性が徐々に明らかになるんだよ。なんだかミステリアスだね。そうなんだ。ストーリーが進むと様々な秘密が解き明かされるんだ。戦闘システムはどんな感じなの？コマンド選択式だけど、ユニークな要素がいっぱいあるんだ。例えば、与えたダメージが見えないとか、呪文を使うほどに新しい呪文が覚えられるんだ。ダメージが見えないって、ちょっとドキドキするね。戦略を練りながら戦うのが面白いんだよ。敵が落とす宝石を使って装備品を作るシステムもあるんだ。自分で装備を作るってクリエイティブでいいね。そうそう、ファンタジーの要素も盛りだくさんで、迷いにくい一本道の構成だから初心者でも安心だよ。初心者でも挑戦しやすいのは嬉しいな。 RPG に慣れてる人も新しいシステムに挑戦してみるといいよ。幅広い層が楽しめる、まさに隠れた名作なんだ。アレサの続編、ますます気になってきたよ。ぜひプレイしてみて、新しい発見と楽しさが待ってるからね。怪獣物語について深掘りするよ。このゲーム、見た目はほのぼのしてるけど、内容は意外とハードなファンタジー RPG なんだ。へえ、見た目と内容がギャップあるんだね。そうなんだよ。主人公は別世界から召喚されて、魔王を倒すという王道ストーリーなんだけど。でも、ストーリーが意外とハードなんでしょう？結構残酷なイベントや憂鬱な展開があるんだ。特に終盤のトラウマダンジョンは今でも記憶に残ってるプレイヤーが多いはず。ああ、そんなダンジョンがあるの？ちょっと怖いかも。だけどね、
これ以上はネタバレになるから詳細は実際にプレイしてみてほしいな。このゲーム、撃つ要素が話題になることもあるの？そうなんだ。でも仲間たちが魅力的でね。9人のキャラクターがそれぞれ個性豊かなんだよ。仲間たちはどんなキャラがいるの？それぞれ違った背景を持っていて、悩みを解決することで強力な技を覚えるんだ。キャラクターごとに成長する様子も楽しめそう。うん。私は主人公以外女性キャラでパーティー行くんだよ。女性キャラだけのパーティーも面白そう。戦闘バランスもちょうどよくて、回復魔法が優先されるなど、救済措置もあるんだ。それなら初心者にも優しいってことね。そうなんだよ。演出もすごく凝っていて、初心者から上級者まで幅広く楽しめる作品なんだ。大怪獣物語、プレイするのが楽しみになってきたよ。ぜひぜひ、このゲーム、見た目とは裏腹の深みがあるからね。弁慶外伝砂の章おご紹介。これはね、前作弁慶外伝の続編なんだけど、ストーリーのつながりはないんだよ。え、ストーリーがつながってないの？今回の舞台は源平合戦後の時代、モンゴル軍の日本来襲がテーマになってるんだ。時代背景がすごく興味深いね。そうなんだ。基本システムは前作を踏襲しているけど、戦闘シーンにはドとブンの切り替えができるようになったんだ。アニメーション入りの戦闘ってどんな感じ？アニメーションがあると戦闘がもっとダイナミックになるんだ。それに主人公の性別も選べるようになって、より自分好みのキャラクターを作れるんだよ。自分の好きなキャラクターでプレイできるのは嬉しいね。名前の作字機能もあって、自分で文字や希望をドットでデザインできるんだ。自分だけのオリジナル名前が作れるなんて面白い。ゲーム中に名前を変えられるから気分転換にもなるしね。ゲーム自体はどんな感じなの？オーソドックスな RPG だけど、難しすぎず遊びやすいんだ。高難易度を求める人には物足りないかもしれないけど、名作を探してる人にはおすすめだよ。でも弁慶ってどう絡んでくるの？弁慶の話もね、この時代の背景に深く関わってくるんだ。伝説の武士としての弁慶の影響がゲームの世界観やストーリーに色濃く出ているんだよ。伝説の武士、弁慶が絡む歴史的な背景、興味深いね。だから歴史好きにも特におすすめだよ。弁慶外伝砂の章、挑戦してみたくなった。ぜひプレイしてみて、新たな発見と楽しさが待ってるからね。自由度抜群の RPG、ウィザップの世界について深掘りしてみよう。ウィザップってダークロードの続編なんだね。そうなんだよ。前作の自由度の高さを受け継いでるんだ。フォートリア王国で起こる異変を解決して、世界の滅亡を防ぐのがプレイヤーの役目なんだ。世界の滅亡ってなんだか壮大なストーリーね。うん。でもこのゲームの面白いところは、世界崩壊の日がスタート時から決まっているんだよ。スタート時から決まってるなんてプレッシャー。そうなんだよ。どう時間を使うかがゲームの鍵なんだ。普通にレベル上げしてたら時間があっという間に過ぎちゃう。時間管理が大事なんだね。うん。いろんな職業について、その職業ごとのシナリオをクリアするのも楽しいんだ。職業によってシナリオが変わるなんて面白そう。スキルを覚えたり、イベントで能力値を変えたりもできるよ。プレイするたびに新しい発見があるんだ。それじゃあリプレイ性も高そう。確かに、ストーリーも素晴らしいし、システムも遊びやすいから繰り返し遊びたくなるよ。一周20時間程度でプレイできるって本当？そうなんだ。時間管理がうまくいけばスムーズに物語を進められるんだよ。でも攻略サイトとか見るのはどうなの？今は攻略法が簡単に見つかるけど、
最初は何も見ずに自分で探索するのがおすすめだよ。自分で考える楽しみがあるもんね。その通り、トゥルーエンディングにたどり着く過程を楽しんでほしいな。ウィズアップ、挑戦してみたくなったよ。ぜひぜひ、このゲームは発見と驚きの宝庫だからね。をご紹介。これはね、スーファミで初めて主題歌が採用された作品なんだ。主題歌があるなんて、どんな曲？とっても雰囲気ある曲で、ゲームの世界観を盛り上げてくれるよ。物語はね、滅びゆく世界を救うために勇者を探す旅がテーマ。主人公が勇者を探す旅に出るんだね。そして旅を進めるうちに、自分が勇者になっていくんだ。このゲームの戦闘システムがすごくユニークでね。ユニークな戦闘システムってどんなの？アクティブタクティカルコンバット式を採用していて、マスの中をキャラクターがリアルタイムに動き回るんだよ。リアルタイムで動くなんて緊張感があるね。プレイヤーが移動指示や行動指示を出して戦うんだ。ただ、戦闘のテンポがちょっと気になるところ。テンポが悪いって、具体的には？エンカウント率が高くて、ダンジョン攻略に時間がかかるんだ。それに、戦闘開始前にフォーメーションと作戦を選ぶのも時間がかかるよ。じっくり考えて戦うタイプなのかな？そうだね。でも物語は完成度が高くて、キャラクターにも感情移入しやすいんだ。物語に引き込まれそう。そして、戦闘のバランスもいいし、BGM もかっこいいから、没頭できるよ。雑魚戦にボスがいるって本当？雑魚戦でもリーダーを倒せば、その戦闘はすぐに終わるんだ。作戦次第でサクサク進めるかも。その通り。でも、戦闘のテンポがもう少し良ければ、もっと評価されていたかもしれないんだよね。そうなんだ。でも、挑戦する価値はありそう。確かに、このゲームは挑戦する価値大ありだよ。ミランドラについて話してみよう。ミランドラってどんなゲームなの？スーファミ時代のダンジョン RPG でね。トルネコや風雷の試練ファンにはたまらない作品だよ。ん？アランドラとは違うの？タイトルは似てるけど全くの別物。主人公は魔法使いジャイロックがいる塔を攻略するんだ。その塔、どんな感じ？めちゃくちゃ不気味で、毎回違うダンジョンなんだ。アイテムも毎回ランダムで出てくるよ。敵はどうやって動くの？ターン制で、プレイヤーが動けば敵も動くタイプ。でも、このゲーム独特のシステムがあってね。塔の中でハートを集めると仲間が増えるんだ。仲間がいると安心だね。ただし、斜め攻撃ができないから、仲間が役立つ場面は限られるんだよね。斜め攻撃できないって、ちょっと不便かも。それに、仲間たちは勝手に動くから、時々、敵に囲まれてしまうこともあるんだ。敵に囲まれたら大変そう。そうなんだけど、それがまた面白いんだよ。街に戻るとレベルはそのまま保持されるけど、一度攻略したダンジョンには戻れないんだ。じゃあ、慎重にプレイしないとね。そうそう、アイテムも次の週に引き継がれるから、じっくり腰を据えて攻略していく必要があるんだ。難しいけど、奥が深そう。操作性は難しいけど、ダンジョン RPG の醍醐味がたっぷり詰まってるよ。
しかできない。